OK、西です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、冷凍食品に、保存料が入っているのかというお話をしたいと思います。これすごくよく聞かれる話なんですね。実際冷凍食品って短くても半年で、通常は1年賞味期限があります。で、長いものだと、2年ぐらい賞味期限がついているものも、あるんですね。ということで非常に長い期間、保存が効くというところで、保存料が入っているんじゃないかということを、よく言われるんですけども、先にちょっと結論を言うと、冷凍食品に保存料っていうのは入っていません。で、まずその説明をする前に、保存料って何かって話を、しますと、保存料というのは食品中に含まれる細菌の増殖を抑えることで、腐敗であったり変敗であったり、さらにはその食中毒を、防ぐという目的で使われる食品添加物になります。で、食品を買っていただいた時に、裏側のパッケージ、原材料の表示を見ていただくと、保存料と書かれてまして、で括弧、物質名という、書き方をされていますね。具体的な物質名としては、安息光酸、ナトリウムであったり、ソルビン酸カリウムであったり、そういったものが保存料として使われていることがあります。で、実際冷凍食品に関して言いますと、そういったものが入っていないんですね。で、なぜそういった保存料を使わずに、長期間保存することができるかというとですね、こちらの、図を見ていただきたいんですけども、細菌というのは10度から30度の、いわゆる室温、常温に置いておくとですね、非常にこう活発にこう増殖してしまいます。そうすると、食中毒の原因にも なってしまいます。そのため常温室温ではなくて、冷蔵庫、より低い温度に入れることで、その増殖を緩やかには抑えることはできます。なので皆さん冷蔵庫に食品を保管するってことをされてるんですね。ただ冷蔵庫もその0から10度の温度帯なんですが、この温度帯でもやはり細菌っていうのはやはり増えてしまうんですね。そのためやはり腐敗とか、細菌の増殖っていうのを抑えることはできないということですね。で、さらに、それをどんどんこう温度を下げていって、冷凍というのは、基本的にマイナス18度、以下なんですけども、この温度まで下げてあげると、非常にこうあらゆる細菌がこう増殖できなくなるというところになります。そのためこの冷凍という温度下であれば、細菌の増殖をこう増えるのを抑えることができるというところで、長期間保管することができるということですね。それを、保存料を使わずに、できる長期保管ができるという技術が、冷凍技術という、ことですね。で、注意していただきたいのは、増殖を抑える、ストップすることが、できるんですけども、細菌自体を殺す作用はないんですね。つまりは、解凍すればまた、増えていってしまう。そのため、解凍後は速やかに、すぐに使うということを心がけてください。あと、さらに言うと、冷凍する前の状態ですね。冷凍する前の状態もやはり衛生的に気をつけて、菌数が少ない状態で、冷凍するってことが非常に大事になってきます。そういったところを守っていただければ、冷凍というのは、保存料を使わずに、長期保存が可能になると、そういったことになります。以上となります。この動画を気に入っていただいた方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。